ワイムルブ氏は、八重山列島のオバマ島にある、リゾート施設。三井不動産株式会社が所有し、その100%子会社の株式会社はイムルブ氏が、運営する。1979年にオープンし、2018年に40周年を迎えた、沖縄リゾートホテルの先駆け的施設である。北緯24.19度に位置し、八重山列島の、 へそと言われる、オバマ島に所在する。レセプションインフォメーションデスク、レストラン、ホテルショップなどがある、センター棟を中心に、計148室の宿泊棟、大浴場、ビーチハウスなどの建物のほか水牛地、触れ合い牧場、プールテニスコート、広場、パークゴルフ場、ビーチなどのリゾート施設を備えている。園内敷地が広大なため、レンタサイクルバイクや、 レンタルカートのレンタルも行っている。園内でのアクティビティのほか外部の業者によるダイビングスノーケリング、クルージングトローリング船釣りなどのマリンスポーツや、観光ツアーもアイムルブシで受け付けている。また、組数限定でビーチウェディングも催している。株式会社はイムルブシでは、はイムルブシは、八重山地方の方言で、南十字星を意味するとしている。 NHK 連続テレビ小説シリーズのテレビドラマ、チュラさんの撮影時には、撮影隊のベース、宿泊施設として使用されており、かつて撮影に使われたフォルクスワーゲンビートルが、園内に保管、展示されていた。1979年開業。2007年7月に、ワイムルブ市を含む4施設が、ヤマハリゾートから三井不動産に、事業譲とされ、 株式会社はイムルブシは、三井不動産リゾートの100%子会社となる。2011年7月7日にリニューアルを行い、センター棟の内装を改装したほか、各棟の名称を変更し、新しいタイプの客室が設けられた。2012年7月1日には、第2弾のリニューアルを行い、ビーチエリアへの新施設、ビーチテラス、パナリテラス、パナリ、 スパ、オーシャンパークの設置、ナワーコー昆虫博物館はアイムル、物資分室の設置、新たな客室タイプ、ファミリールームの新設を行った。2016年3月19日には、新客室棟3人が開業している。園内には、ヤギ、リクガメ、アヒルなどがいる。触れ合い広場や、通常のリゾートホテルの敷地内には、珍しい水牛がいる。水牛地をはじめとして、 ブランコやハンモック、グラウンドゴルフなど、広い敷地を活用したアクティビティが充実している。新石垣空港から、石垣港離島ターミナルに移動。離島ターミナルから、八重山観光フェリー、安栄観光が運行する高速旅客船で、小浜港まで約30分。旅客船の到着に合わせて、小浜港からはイムルブシまで宿泊者専用の、 無料送迎バスが運行されている。ありがとうございます。